皆さんこんにちは。株式会社マミーテレサ海洋掃除コンサルタントのギブソン悦子です。私は今は、お家の中もきれいに保つことができて、でその勢い余ってお客様のお家までお掃除させていただいていますけれども、実は20年前は私はお部屋の住人だったんですね。全くお掃除ができず、お片付けもできなくて、どうしていいのか本当にいつもこう途方に暮れていた感じの人間でございました。で、2000年のお誕生日、まさに20年前ですけれども、2000年の誕生日に突然なんかパッとこう頭に降ってきまして、玄関の水拭きを毎日やろうというふうに突然決めて、で、毎日玄関の水拭きを始めました。玄関の水拭きを始めて3ヶ月ぐらい経った頃でしたかね。会社で、給料明細が配られるんですけれども、そこになぜか30万円がこう入っていて振り込まれていて、で、なんだろうこれと思って、これ何ですかって人事の人にですね聞きに行きましたら、なんかあっしまったみたいな顔をして、で誰にも言わないでそれあげるからって言われて30万円もらっちゃったんですね。でそれからはあこれはすごいと思って、お掃除を一生懸命始めることになるわけなんです。でもですね、玄関の水拭きは毎日できるようにはなったんですけれども、相変わらずお家の中はこう散らかりっぱなしなんですよ。使ったら使いっぱなし、出したら出しっぱなしの、なかなか片付けができなくて、でたまにですね、こう一年発起という感じでお掃除をするんですけれども、ちゃんとこう使ったものを元に戻さないので、1週間もすれば元の木阿弥というか、また似たようなこう散らかり具合になっちゃうんですね。テーブルの上はなんか物がゴシャー、ソファーの上もゴシャー、下手すると床の上もグチャーみたいな感じで、散らかってしまうと。でこれを一体どうしたらいいのかなと思って、でも多分使ったら元に戻せばいいんだろうけれども、それがこうものすごいめんどくさいんですよ。すっごくめんどくさいんですよ。体が動かないの。どうしてなんでしょうね。で、なんで私は元に戻せないのかな、使ったら元に戻せないんだろうっていうふうにちょっと悩むっていうかね、どうしてなのかなと思っていた時に、またこうパシーンと頭に入ってきまして、あ、今戻せてるものはじゃああるんだろうかというふうに思いついたんですよ。で、いや何かしら元に戻してるものはねあるに違いないというふうに思って、こう考えてみると、歯ブラシですね。歯ブラシというのはどんなズボラな私でも、ある程度ですね、私多分その時コップかなんかにこう刺して戻すみたいな感じになってたと思うんですけれども、このコップから動かないんですよね。例えば歯を磨くたんびに歯ブラシどこどこどこと言って探し回ることはなかったので、あ、歯ブラシは戻せてるなというふうに気がついたんです。で、じゃあどうして戻せてるんだろうというふうに自問自答した時に、こう歯を磨いて、こうこれを戻す時にですね、もうここの時点、洗って戻すまでが歯磨きなわけですよね。なのでこう一連の動きが全てもう決まってて、なんていうか、もう寝ぼけてても酔っ払っててもその動きはもう体に染み込んでて、一連の動きとしてできちゃってるわけなんですよ。あ、だからしまえるのかというふうにその時気がつきまして、じゃあこれを他のものにも応用すればいいんじゃないかっていうのが最初のアイデアだったんです。で、一番初めは、
鍵ですね、家に帰ってきた時の鍵をあっちに置いたりこっちに置いたり、カバンの中に入れっぱなしだったり、ポケットに入れちゃってたりというわけで、出かける時に鍵がない、鍵がないっていつも探すのはもうお約束だったんです。だけどじゃあこれを必ず、まあ、鍵開けて家の中に入ったらそのまま鍵置き場にすぐに置くんだというふうに、これをやってみようというふうに思いました。そのためには鍵置き場がきちんとこう玄関のところにないといけないんですよね。私はちょっとまあこう小さいお皿みたいのをこう置いて、ここに鍵を置くというふうに決めまして、で入ったらこの鍵をどこにも置かずに、ポッケにも入れないバッグにも入れない、このままこの鍵置き場に置くというふうに決めて、それを体に刷り込ませようとしたんです。で、まあ、家に帰ってきますよね。だから、あ、鍵は必ず鍵置き場に置かなければというふうに、まあ、ちょっと意識して、でなんか思わずこう気がこうふーっと抜けてると、この鍵はポッケに入れちゃったりするので、ここ集中して鍵置き場に置くと。でこれ任務完了ですよね。でこれをですね、1週間も続ければおそらく体に染み込むと思うんですよ。まああんまり意識しなくても、あとはもうスーッと鍵をいつも鍵置き場に置くというのが習慣づくと思います。でできなければもう1週間、できなければもう1週間という感じで、まあただ伸ばしていけばいいだけなので、そんな感じで鍵はとにかく鍵置き場に置けるようになりました。だから、あ、これできるじゃん、私にもできるというふうに思って、次はじゃあハサミでやってみよう、ハサミもここに必ず置く、例えばさ、その時は多分フックかなんかをつけてフックに引っ掛けるようにしたんですけど、もうここに使ったら必ず置くというふうに決めて、で何か使います、でこうふーっと意識が抜けてるとそのままになっちゃってるんで、これはここというふうに習慣づけていくということですね。でハサミができたら、じゃあ今度は爪切りでとかですね、そんな形で元に戻せるものを、まあ、ちょっと時間はかかりますが、ワンアイテムずつ、まあ、クリアしていったということなんでございます。はい、そういうわけで、使ったら元に戻すができない人のための3ステップ、1、練習のためのワンアイテムを決める、で2、それだけは必ず戻すと腹で決める。これちょっと大切なんですけれども、頭で、あら、これは戻そうというふうに決めてもダメなんです。腹で決める、腹で決めるということですね。ここで決めてくーやるっと決めますと、こうなんかアドレナリンが逆流して、しっかりとした決意になります。そして3つ目ですね、素振りのように回数をこなし体に染み込ませる。まあこれも本当に素振りみたいなもんなんですけれども、素振りって同じ動きができるように練習してるんですよね。まあ野球でもテニスとかでもそうだと思うんですけれども、同じ動きができるように体に染み込ませるように練習しているわけなんです。なので帰ってきたらここに置くというのをですね、同じ動きでここに戻すというのを素振りとして回数をこなしてください。体に染み込ませていく、酔っ払っていても寝ぼけていても体が動くように、自分の、まあ、これ多分おそらく潜在意識に刷り込ませていくみたいな、ことを行っていくと元に戻せるかも、使ったものを元に戻せるかもしれませんということでございます。私はこうやって一つ一つ、まあ、元に戻すようにしまして、本当にちょっとずつですけれども、お片付けができるようになっていきます。この後ですね、行くことになります。
そして、それに比例して、まあ、収入が上がったりですとか、パートナーが変わったりですとか、まあ、いろいろな面白いことが起きていきました。それでは今日のお話はここまでにしたいと思います。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。開運お掃除ではお客様のお宅に伺って、お片付け、断捨離のお手伝いやっております。遠方の方、神奈川県、東京近郊以外のお客様に対しては遠隔サポートということで、遠隔でメールや LINE やメッセンジャーを使ったサポートを行っております。ぜひ概要欄にありますアメブロ、ブログの方もご覧くださいませ。それではまたお会いしましょう。